じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ゆうちゃん、今晩鷺の里の会合に出るんでしょ。うん。何やら蛍の幼虫が月夜野以外の沢でも繁殖するように、もうちょっと考えて農薬を使おうという趣旨の集まりらしいよ。晩ご飯を食べてそれから行くとしよう。蛍の幼虫って？ああ、ホタルには幼虫の時期を川の中で過ごす種類があるんだ。川の中の巻貝を食べて大きくなるんだよ。そうそう、おじさん今晩留守にするけど、危ないからホタル沢へ行っちゃいけないよ。うん、分かったよおじちゃん。それが夜のホタル沢へ行くたった一度のチャンスだった。ボクくん、晩ご飯のおかずあてっこしようか。もしあてっこしたかったら、夕方台所にいるおばちゃんに話しかけてね。髪きれいだね。シャンプー何使ってるの？触っていい？あんた何者？萌の友達だよ、親友。今日は偵察なの。なんだそれ。
その大きな蜂の巣はぐらぐらと揺れて、あと数回竿でつつくだけで地面に落とせそうな感じだった。あれ？お前誰だよ？スイカ、食べてたのかい？うん。これは食い放題なんだ。おいしい？奥沢のじいちゃんちのには負けるけど。まあまあってとこだな。食うか？食うんなら持ってきてやるぞ。じゃあ、いずれもらうよ。名前は？僕って呼ばれてる。夏休みだけ。この下のじちゃん家に来てるんだ。え？げえ、やばいの。おじちゃん家って、そこの焼き物やってる家だろ？うん。このスイカもね。そうか。お前、バラすなよ。いいか？男と男の約束だからな。破ったら失敗100回ね。絶対の絶対だぞ。うん、分かってるよ。そうか。よっしゃ。俺の名前はガッチって言うんだ。ここは俺たちの秘密の秘密基地だ。なかなか活かすだ。本当はメンバー以外は入っちゃダメなんだけど、今後特別に入場を許可する。これってスイカの秘密を知ったから。どういうこと？ねえねえ、じゃあ合言葉は？え、何？基地に入るところ合言葉はないよ。それなら、あれ、大変だ、忘れちゃったよ。あれ？君はどこの子だい？この辺りの子供じゃないな。僕は僕。そうか、よろしくね。こう見えてもおじさんは自然を愛し、日々野山でフィールドワークをしている人なんだ。ちなみに鷺の里中学校の教頭先生でもあるよ。え、本当？疑ってるのかい？じゃあ何でもいいから先生に質問してごらん。君がもしうちの中学の生徒だったら、毎晩深夜まで勉強しろ、一学期の復習を忘れるな、なんて言いたいところだけれど、まだ小学生だしな。
そう。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。じゃあいただきます。いただきます。車の中に萌えのブカブカジャージがあったから冷え込んだら着るってお父さん言ってたよ。じゃなくてお父さんが無理に着たからブカブカになったのよ。調べのもお父さん着られるかな。じゃあごちそうさまでした。お母さんなら多分着られるよ。半ズボンになっちゃうけどね。